巨人、山口俊一球で降板、左膝付近に手を当てマウンド付近に倒れ込む。巨人山口俊投手、34歳が一球でアクシデント降板した。4点リードの8回からリリーフで登板。打者古川に外角129キロ、スライダーを投げた直後に左膝付近に手を当てながらマウンド付近に倒れ込んだ。わずか1球で降板し、沼田が緊急登板した。あかんそうな倒れ方やな。打球直撃やなくて、一人で崩れ落ちたんか。頑丈なのが取り柄だったのに。一球投げただけで倒れるってなんだよ。前十字とか切ったかもな。普通に投げるだけで前十字靭帯いってしまうものなの？まあ良い人生だったよな。横浜と巨人で先発として短期間活躍、メジャーでも投げたし。倒れ方見るに選手生命終わったやろこれ。ドスコイらしい引退試合やったな。もう35やからな、引退やろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたらとても嬉しいです。